ベースプレイに特化したコンテンツを始めて3月で丸々1年を迎えるわけなんですけど、そしてなんとなく昨年末にひらめいて細野晴臣氏を取り上げさせていただいたわけなんですけれども、そしてくしくもコンテンツを上げたその翌日に高橋幸宏氏の訃報が公表され、この1週間は悲しみとともにふつふつと感情が湧き上がるものがあったんですよね。僕はベースプレイヤーである前に一人のミュージシャン、当然国内外にマイフェイバリットなアーティストが存在するわけで、海外においては以前に紹介したスティービー・ワンダー、そして国内においては坂本龍一氏ということで、僕はこの年末年始の流れの中でどうしても気持ちの収まりがつかなくなってきて、まあ、要するに何が言いたいかというと、坂本龍一氏のコンテンツを作りたいという衝動に駆られたわけなんですよ。断っておきますが、僕は決して坂本氏のコアなファンというわけではないんですよね。まあ、例えば彼についての情報を常にアップデートしてるということでもないんですよ。中学3年の時に YMO で坂本氏の存在を知り、まあ、それ以降は3人の中でも特に坂本氏のことは気になっていて、彼の音楽、ファッション、髪型、所作、発言と全てにおいて共感できるんですよね。まあ、そんな知的で文化の香りのする生き様に憧れていたんですよね。そう、僕にとって坂本龍一氏は憧れの存在ということなんだと思うんですよね。1978年に YMO がレコードデビューして、そして1ヶ月違いで坂本氏の初のソロアルバムもリリースされていたんですね。それが千のナイフなんですよ。それは今考えればとても大衆受けするものとは言えなかったんですよね。でもまだ少年だった僕は僕なりに咀嚼しようと思ったんですね。初めて聞くのにそこはかとなく郷愁を感じるサウンドとメロディー、そしてこれから自分がこの日本の音楽を背負って立つんだみたいな強い意志を感じたんですよね。まあ今考えればそこに音楽的イデオロギーが託されていたように思うんですよね。そして僕の高校3年間は様々な音楽を吸収しながらも常に YMO の存在を頭の片隅に意識してきたんですね。ちなみに YMO のアルバムは気ままな僕ら以外は全て網羅してますね。中でも BGM はよく聴いてましたね。まあ、そして1983年僕が上京するタイミングで YMO は散会するわけなんですよね。で3回以降は特に坂本氏の音楽の動向を意識していて、1984年当時一人暮らしの極貧生活の中、どうしても坂本氏のニューアルバム音楽図鑑を聴きたくて、まあ、なけなしの小遣いで買ったのを今懐かしく思い出すんですよね。まあ、結果ね、大正解だったんですよね。まあ、どんなに貧しくても坂本氏の音楽は僕の心に一輪の花を添えてくれたんですね。それは YMO のある意味実験的かつ野心的なものとは違い、成熟した優しさみたいなものを感じたんですよね。僕はまるで宝物を探し当てたかのように嬉しくて、毎日それを聞きながら、まあ、どんなに貧しくとも心は錦みたいなマインドで下積み生活を送ることができたんですよね。まあ、良質な音楽にはそういった力があると思うんですよね。そしてその後の未来野郎、そしてネオジオあたりになると、時代とともにシンセのデジタル化が進み、また沖縄音楽、ファンクといった牧歌的都会的な要素を取り込みながらポップな方向へと移行していき、まあライブのパフォーマンスでもかなり僕的にエキサイティングなものとなっていったんですよね。その後はバージンレコードに移籍し、よりバラエティに富んだゲストミュージシャンとのコラボが楽しめる中、
まあなんといってもね、僕はピノ・パラディーノとの名演が心に残ってるんですよね。そしてその後フォーライフに移籍し、1995年のスムーチーまではポップな路線で来たんですが、そしてその後ワーナーミュージックに移籍後は近代クラシック、そしてアンビエンスの世界へと向かっていくんですよね。坂本龍一は1952年東京都中野区に生まれ、父は川出書房の編集者で、当時の若手の作家を育てたことで有名な坂本和樹氏なんですよね。まあ、坂本氏曰くしょっちゅう作家に対して怒鳴りつけていたそうで、まあ、とても怖い父親だったそうなんですよね。そして母恵子は銀座の宝石商の帽子デザイナーとして勤務していたんですね。まあ、両親のルーツをたどると財界人有識者と由緒ある家系ということがわかるんですね。そして幼稚園ではピアノが必須科目だったので3歳からピアノを習い始めるんですね。そして10歳で東京芸大教授の松本民之助氏に師事し作曲を学び始めたそうなんですね。でその頃影響を受けたのはストラヴィンスキー、そしてドビュッシー、バッハだったそうなんですね。そして1970年には名門都立新宿高校を卒業して東京芸大に入学するわけなんですよ。そこでの民族音楽研究の台頭である小泉文義との出会いが坂本氏の音楽のバックボーンとなっているわけなんですよね。で1976年には同大学院の音響研究科修士課程を修了するわけです。で大学在学中からスタジオミュージシャンとしての活動を始め、山下達郎、大竹栄一、大貫妙子らの楽曲にキーボード奏者として、あるいはプロデューサーとして参加するんですね。そして1978年には細野晴臣氏のアルバム「腹いそ」に参加したことがきっかけで、まあ、YMO を結成するに至るんですね。まあ、坂本氏は父の影響もあると思うんですが、大変な読書家でもあるそうなんですね。ちなみに都立新宿高校時代は読書が趣味で、学校図書館の貸し出しランキングで常に10位以内に入っていたそうなんですよね。やっぱり読書は豊かな人格形成を育むというのはあると思うんですね。坂本氏の発する言葉に文化を感じるのはそこから来てるのかもしれないですね。まあ、最近の話では、まあ、コロナ禍に入る前なんですけれども、坂本氏の私設図書室をオープンするという話が持ち上がったんですが、あれはどうなったんですかね。ぜひとも伺ってみたいものですけれども、まあ、それと娘の坂本美優さんがですね、大の猫好きというのは有名なところなんですが、こんにちは、サバミです。サバちゃんは肉球の匂いがいいです。ポップコーンの匂いがします。サバちゃんの長所は全部もしかして父親の影響と思って調べてみたところ、やっぱり一人っ子だった坂本氏は生まれた時から15歳になるまで兄弟のように一緒に暮らしていた猫がいたそうなんですね。ちなみにうちのニャンズはこれです。なんとなく元木くんに似てると思いません？うれうい、かわいい。坂本氏はその読書量から来るものなのか、まあ、その語り口に物事への思慮深さが伝わってくるんですよね。まあ、特に政治思想に関する発言や、まあ、一方で社会活動家としての一面も持っているんですよね。また彼は音楽を通しての社会貢献も積極的なんですよね。
この地球上からなくなってほしいものはたくさんあります。中で一つだけ選んでくれと言われたら、私は地雷を真っ先にあげます。戦争が終わった後もなお地球上の地中に潜み続けて執念深く人の命を狙い続ける地雷、こんな卑劣な兵器はありません。人間の愚かしさが作り出した怪物です。筑紫哲也です。この悪魔の兵器に対してメディアが何ができるかということを考えているうちに思い浮かんだのが音楽でした。音楽という優しくて豊かで、そして国境を越えたこの兵器を手に、武器を手に入れられたら、坂本龍一さんが快諾してくれました。そして素晴らしい曲が生まれました。さらには世界中の心あるミュージシャンたちがこの企てに参加しようとしております。人間の愚かしさが作り出したものに対しては人間の優しさと知恵で対抗していくしか仕方がありません。今日の番組はテレビメディアと音楽が21世紀の初めに捧げる最初の祈りであり戦いの狼煙だと私は思っております。よくミュージシャンが社会問題に関する発言をすると、必ずミュージシャンは音楽だけやってればいいみたいなことを言われてしまうと本人はおっしゃってるんですね。とても残念に思いますね。そもそも誰もが等しく発言することができるのが民主主義だし、職業が何であれ声を上げられる世の中じゃないとダメだと思うともおっしゃってるんですね。まあ僕の場合は、あーミュージシャンだからねと思われるのが一番悔しいんですよね。だからせめて今世の中で何が起きていて何が問題なのかということぐらいは常にアップデートしていたいと思ってるんですね。まあそういった一人一人の小さな努力の積み重ねが国民の民度を上げていくことになると僕は信じてるんですね。